誰も結局です。今日ですね、ウイニングポスト9、2022続きやっていきましょう。1988年、4月1週から、ナイドスペシャル、引き継ぎなし、お守り使用禁止でやってます。さあ、今週はどちらでも丸やね、大阪杯。まあ、ただこれはね、まあ 98% 日報というより決まりやね、これは。これくらいの能力だと勝てないですよ。ここね、スーパーストーリーとどちらでもある。これくらいだと勝てないですね、日報テオには。で、クレアどちらでもが、これがね、賢くないんですよね。このローテで行くか、もうちょっとやっぱ賢さ欲しかったよね。まあ、こっからね、メンタル上げてももうしゃあないですけどね。これ、大箇所きついよね。今ね、持ってる SP が、スピード台と、瞬発台、瞬発台、スピード台なんですよ。なんで、賢さね、上げることできないです。まあ、G のやつをね、上げていくことは俺はないですけどね。スピードあっても。まあ、ネクストで。あ、2着ね。メリーナイスには勝ったって感じか。クレアどちらでも。アラフォートグに勝てるかな、これ。スピードはね、もうダントツで勝ってるんですよ。やっぱ日本手よね。まあ、強いですよね。1988年はね、牝馬三冠取りやすいんですけどね。これね、賢ければもう余裕で取れてましたね。投資、まあ投資上げてもね、はい、一応上げとこう。さあ頑張ってくれ。スピードでカバー。どう？いけ、カバーしろ。うわー、惜しいねー。まあ、パワーもね、もうちょっと欲しいですけどね。さあ、ワーフ、そしてクレアスペクターが皐月賞いきます。まあ、なんとか頑張ってほしいね。桜千代の底知れぬ実力、クレアスペクター充実一途。クレアスペクターはまあそこそこ、能力クレア、どこだ。はい、こんな感じです。まあこれもそんな賢くないですね。まあここはネクストでワーフ全然やね。桜千代のが一番人気。いけ。どうだ。うわー、ちょっと怪しいかこれ。かわしたね。かわしたやろ。クレアスペクター。際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。最後根性見せたやろ。
よし、サツキ賞取りました。オッケー、頑張ったね。ありがてえ。日報帝王がもう圧倒的やね。トリプティックも順調やね。ダートはキングクリスタルがいますね。アーリシバ。キングクリスタルいいね。かっこいいね。よし、オッケー。順調っすね。とりあえず次で11節完成して、まあいい感じですね。あとはこっちも上げていきたいですね。ロンギもね、まあとりあえず上げて、まあウォーキングマシンも欲しいんですけどね。はい、まあいきましょう。大物ダイナ、はい、決まりました。さあ5月、種付けですね。キングチーフ、あとはキングクリスタル、これやね。あー、このパワージーのこれか。まあこれ引退しますか。番宣なんですが引退しましょう。で種付けはカットしちゃいます。はい、種付け終わりました。今年はねこんな感じ。あ、キングチャンプね、つけました。あとはね、ダンサーズイメージ、まあ、ちょこっとつけたっていう感じですかね。まあ、この辺とか。大物ダイナ、これが決まって、賢さ成長してますね。いい感じ。芝。そうやね。まあ、とりあえず100増やしていきたいんですよね。100増やして SP を回収したいので、でまあ動きやすくしたいんですよね。はい、まあ、結構レースありますね。いきましょう。まずはキングチーフ、まあ、ここは練習っすね。はい、 OK。 はい、自家生産馬勝ちました。順調です。自家製サンバ結構活躍しとんじゃない？結構今年稼いどんじゃない？クリスタル大丈夫か？粘れるか？ちょっと怪しいぞこれ。オッケー。いいね。ガッツポーズ。よし、連覇。まぁ、ちょっと衰え入ってますからね。ただ頑張ってくれてます。アンガール星、キングチーフ、スーパークロー、クレアスペクターとクレアどちらでも。キングバンド。あ、これね。これもね。これもきついね。パワー G はきついね。ちょっと牧場見てみようよ。あ、いいね。今年は稼いでますね。あ、ダントツっすね。順調じゃん。馬主は？あ、ギリギリって感じだね。ちょっとどっちも1位狙うか、これ。ってなったらしっかりね、使っていかないといけないですよ。
稼いでいかないと。はい、まあでもいいですかね、進めましょう。クレアどちらでもね。アンガール星、まあここは OK、 2着いいね。さあチーフいけ。まあ、チーフ悪くないけどスピード足りんやろ。まあもうちょっとって感じだね。もうちょいスピードあればね。適正はねマイル3冠合ってるんですよ。もうちょっとスピードあればね取れるんですけどね。まあ海外は結構厳しいですからね。だから楽しいんですけどね。オグリキャップいいね。ちょっとオグリの走り見るか。さあ来い、オグリキャップ来た。来てる来てる。ただスーパークローもね悪くないよ、走り悪くないよ。ねえ悪くないですよね。まあオグリキャップはねもうほんとむちゃくちゃ強いからね。まあ所有してね使ってるって方も多いんじゃないかなと思います、オグリキャップ。まあここは決めたいね。サッカーボーイがいますね。ああリンド星ね。オッケー、サッカーボーイ押さえたね。よし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 。頑張りました。まあスピードはねありますからね。で精神もあると。はい、まあこれはいいです。まあバンドはちょっと引退しようか。はい、アンガール欲しい。サッカーボーイ。OKOKOK。バンドこれね。はい、じゃあこれは引退します。ちょっとこれ見ましょう。どう、さあ長い直線。まあじりじりは来てる、じりじり来てる。うわーでもかわせんな。これもね惜しいんすよね。もうちょっとスピードあればフランス三冠は取れるんですけどね。足りないんすよスピード。 B プラスか、 A プラあればね。クリアどちらでもクラシック、そしてダートクラシック激突か。ダートクラシックがねなかなかいいですからね。スピード A プラでパワー B プラで精神も B プラ、賢さもまあ伸びてる、期待できるこいつは。さあオークス、橋の女王を目指して2つ目の花束を。 G1 ホース、クレアどちらでも今乗ってますからね。ここは譲らん。あと4周か。クレアどちらでも一番人気、スピードも圧倒的です。ダントツ勝ってます。おっと1頭欲
勝発生か、スイートローザンヌ、ズルズルと交代しました。場内騒然。さあ、どうだ。どのような影響が出るでしょうか。プレイヤーどちらでも、先頭、リードは3馬身以上。賢くないけど、やれる。あと200メートル、プレイヤーどちらでも、アドバンテージをキープ。後ろはどうか、2番手はベルトロピック。よし、勝ちましたね。まあ、ただ、大勝ち落としてますからね。オッケー、よくやった。頑張りました。まあいろいろね、保護していくプレーもいいんですけどね。クラシック、ダートクラシック、ちょっとこれ見ようかな。クラシック先頭、突き放しにかかります。バットイージス懸命に追いすがります。残り 200m、 先頭は依然としてクラシック。2番まあ距離適正知りたいですよね。下はどんだけ走れるか。先頭はクラシック、1着でゴール、2着はダートクラシック、3着にエリモキャロ。オッケーオッケー、まあ順調ですね。自家生産だいぶ強くなりましたね。トップクラス？チーフ覚醒、そしてクレアスペクター、ダービー取れるか。最初繁殖牝馬揃えて、まあその子が誕生するじゃないですか。誕生して、で、まあデビューして、それを繁殖上げた今まあ状態じゃないですか。で、まあその子がデビューしてるっていう。だやっと整ってきたっていう感じなんですよね。そのゴリゴリの自家生産馬がね、今戦ってるので、まあ、だいぶ強くなってきてるんですよね。ここ A と A プラか。まあトップクラスっつっても A ね。まあ悪くないですけどね、ダートなら。1700、まあいいか。はい、 OK。 あとは大丈夫っすかね。いいね、行きましょう。 SP、 いや SP はいいかな。有効負荷メールはね結構溜まってきてるんですよ。まあこれガンガン使ってってもいいですけどね。で100にしてってもいいですし、だいぶ稼いだやろ、牧場。一気にね。さあ、キングチーフ。まあ、これはもう、ネクストでいきます。クレア覚醒は、まあ、ぼちぼち走ってくれれば、OK。OK! 勝ちました。さあ、ダービー、取りたいですね。2番人気。ノーマーティアーズ、先頭、内からぐんぐんと、桜千代の、さあ、先頭に。来てるか、クレアスペクター、どうだ？外からクレアスペクター。伸び続けてる。よし、いいね。止まることなく。オッケーオッケー。ダービーいただき。よし、順調っすね。自家生産で私立に勝つ。よし、ここだけやね。 OK。 さあ、アンガール欲しい。どちらでも丸、スーパーストーリー。まあここもね期待できるので、まあ頑張ってほしいね。
さあ安田記念、もう G1 ガンガンいきますよ。マイル王決定戦 G1 ホース北斗ヘリオス一方帝王。まあマイルはね、日報帝王を倒さないといけないですからね。はい、サンキュー。心肺機能強化あるね。よし、準備はできてます。喫下所戦う準備は。まずは種付け。まあこれは変えないです。もうそのまま行きたいなと思います。あとはここどうすかな。まあいいか、そのまま行こう。よし、 OK っすかね。さあアンガール欲しい。まあこれもうネクストでいっちゃいます。スーパーストーリーが2番人気で、どちらでも丸。とりあえず2着でいいぞ。日本帝王きついからね。うわー厳しかったな。日本帝王圧倒的やね。お、ダイナアクトですか。はい、全然でした。あー、衰えきてますね。どちらでもあるが。引退しましょう。じゃあどちらでも丸引退で。はい、こんな感じです。まあいろいろと惜しかったですねこいつは。はい、引退。じゃあ進めます。おいいじゃん、自家製さん活躍します。よし、完成して、まあだいぶね動きやすくなってきましたね。でも観光施設はいらないですからね、これ壊しても OK。 まあとりあえずロンギ行きます。6月4週キングチーフ、まあこれはもうどっちでもいいです。キングクリスタル、あとはスーパーストーリーとクラシック。まあ厳しいです宝塚は。グランプリ第1弾白い稲妻、玉もクロス、マイルの帝王。まあ、タマモクロスね、マジ強すぎるんですよね。オグリキャップもね、結構負けますからね。はい、じゃあネクストで。キングクリスタル、まあこれ見ようか。あ、苦しいな。これね、衰え来てます。衰え、ここで来たか。引退ね。モータードライブ見事に中央の強豪を退けました。フェイトノーザ、この馬は強い。ね、そうですね。はい、クリスタル引退しましょう。さあスーパーストーリー6番人気、まあメンバーがもう超強力。1番人気タマモクロス、2番人気日報帝王、3番人気オグリキャップ。
きつすぎるよね。まあ、マックスビューティーとかいますからね。メリーガイスで12番人気だよね。足毛対決。おー、いいね。オグリキャップ勝ったね。いや、この2頭はいい勝負っすね。まあ、タマモクロスがね、引退するまではタマモクロスが無双してっていうのが多いっすね、いつもやってるとね。まあでも大体どっちかなんですよ。厳しいな。まあ距離適正知りたいよね。スピードはとりあえずあるので、はい、 OK、 よし、 OK と。キングアボルダージ決まりました。あ、キングアンガールか。これね、カッパギ20丸でミカ丸やね。総軸。今年の2歳はね、結構絞って入れたので、まあ期待できるやつしかいないっす。あ、ダートクラシック、残念。さあ、ちょっと確認しよう。まずこれね。芝で、まあ、騎手、岡部さん乗せたいんですが、もう100なので、ちょっと変えていきましょう。的場さんにお願いします。はい。これで OK。で、こっちはね、クラシック。1900、2500か。1900、2500ね。そうやね、1800、まあ1900にしとこうか。はい、これで。牝馬で、まあ、ここに期待しよう。クラシックはね。まあ、クラシックもまあそこそこね、もちろんやれるんですが。で、パートナー。この辺は決めてある。クレアの系譜決めたいね。これなかなかね、いいかもしれないですからね。クレア覚醒か。あ、クレア覚醒とクレアの系譜にしようよ。チーフ、あ、これ決めようか。いや、ちょっと変えよう。投資、はい、これでいきましょう。まあこの辺はね、確認したいレースないので、 あるね、大物ダイナあるね。7月3週、アンガール星勝ちましたね。やるやん、ドイツダービー勝ちました。
賢さいい感じに伸びてますね。クレア覚醒、うん、まあまあぼちぼち。大物ダイナ、そうやね、もう強いね。さすがっすね。あ、まだつかないっすね。よし、行きましょう。アンガール欲しい。いいじゃん。やるやん。クリア覚醒。2着。オッケーオッケーオッケー。全然オッケー、全然オッケー。さあ、ダイナ。早熟で、カッパギ20丸、ミカ丸。よし。まあ、とりあえず、勝ちましたね。まあどうすかね。あ、グッとくる感じね。グッとくる感じでした。ダートクラシック、まあこれネクストで2着惜しい。アンガール星が頑張ったね。アンガール星次っすね。どうするかやね。まあ、やっぱり、まあ、凱旋門持ってくとして、適性は合ってます。まあ、スピード足りないですけどね。持ってくとしてどうするかやね。まあやっぱりこういくかな。はい、で凱旋門でこれでいきましょう。ただ疲労厳しいね。まあここ2周出しましょう。これでまあ凱旋門持ってくつもりじゃなかったのでまあよく勝ったなって感じですね。あとは、ダイナやね。ダイナスピード B、 瞬発 S。 まあまあやね。はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。